それでは上原美穂のディアベジタブルお送りしましょう。このコーナーは野菜と果物の良さをお届けするディアベジがお送りいたします。はい、今日も野菜ソムリエの上原美穂さんにスタジオにおいでていただきました。上原さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。上原さん、今日はどういったお話を聞かせていただきますか。はい、今日のテーマは、キノコです。キノコ、はい、ね、秋になって旬になりましたので、キノコの話をさせていただこうかと思ってます。キノコって、はい、お店などのね、店頭には一年中並んでいるようですが、そうですね、キノコの旬は今ということですね。そうですね、まあ、年に2回あって、今ぐらいの秋と、それからやっぱ春先と、大体この2回が、まあ、いわゆる旬ですね。はい、そうです。そうなんですね、はい、キノコなんですね。キノコって種類とかあるんですか。そうですね、キノコはたくさんあって、先ほど土井さん言われたように、年中ね、店頭にあるものはもう栽培されているキノコで、それ以外にもやはり栽培できない、例えば松茸とかね、ね、はい、そういったね、栽培できない天然のキノコもあると、本当にたくさんの種類、もちろんね、食べれないキノコもありますけれども、今日はね、食べれるキノコの話をね、ぜひぜひお願いします。はい、キノコというとやはり菌類ですし、ちょっと野菜とは関係ないんじゃないのってね、思われがちなんですけれども、やはりキノコっていうと食物繊維が多くって、カロリーがね、少ないっていうのでですね、厚生労働省がよく野菜 350g 食べてくださいよって言われてる、その 350g の中に入るんですね。はい、なので、野菜、1日ね、どれだけ食べるかっていうので、このキノコも含めて食べていただけたらと思います。はい、で、キノコってどうです、キノコって言われたら土井さん、どんなのが出てきます。料理ですか。いや、種類としたら、種類、ちょっと難しいとこ来ましたね。まあ簡単に言えば椎茸とか、はい、あとは普段どんなもの使われます。椎茸、えのきとか、エリンギとか、エリンギ、最近エリンギ多いです、ね、そうですね、はい、エリンギもたくさんありますし、あとまた舞茸とか、そうですね、なめことか、はい、たくさんの種類があります。キノコそれぞれ、ちょっとずつね、栄養成分も違って、持ってる特徴っていうのも違うんですけれども、どのキノコも通してね、やはり食物繊維が多いんですね。で、食物繊維は、お水に溶けない不溶性の食物繊維と、それからお水に溶ける水溶性の食物繊維と2つあって、でこれ両方ともちょっと作用が違うんです。ただ共通するのは、人間の体では消化吸収がほとんどされないっていうことなんですね。されない、されないんです。だからそのまま外に出るんですけど、その前にいろんなことをしてくれてですね、不溶性の食物繊維は、そのままお水にも溶けないので、そのまま腸の中の掃除をしてくれるんです。で、このキノコにはこの不溶性の食物繊維もたくさんあるし、それから今度は水溶性の食物繊維、これはちょっとぬるっとした成分なんですけど、これは体の中で、余分な糖分とか塩分とか、それからコレステロールとか、そういったものを、吸収しにくくしてくれて、それを持って外に出してくれるという、とってもいい、はい、効果があるんですね。で、キノコはこっちの水溶性の食物繊維も豊富に含んでるんです。はい、はい、今ね、2種類言われましたけども、はい、この最初に言われたこの腸の掃除をしてくれるキノコって、はい、例えばどういったものがあるんですか。もうキノコ全般、どれも全般、はい、だからいい意味で掃除をしてくれるんですけど、悪い意味で言うと、これね、消化がしにくいんですね。だから子供さんとかだったら、食べたものそのまま出ることもあります、よく噛んでなかったら。なので、そういうとこ、デメリットもあるんですけれども、はい、腸の掃除をしてくれるので、しっかりキノコを食べていただきたい。で、大人の方はね、不溶性の食物繊維もの効果もなんですけど、やはりコレステロール値を
吸収を防いでくれたり、糖分の吸収を防いでくれたり、塩分の吸収を、ね、防いで外に一緒に出してくれるというような水溶性の食物繊維にちょっと目を向けて、ね、いただきたいなと思います、はい、で水溶性の食物繊維、このキノコたくさん含んでます。どんなものかというと、キノコ独特のぬるっとしたものがないですか。ちょっと湯がいたりするとちょっととろっとしません、うんうんうん、ありますね。ね、とろっとした成分がこの水溶性の食物繊維なんです。だからとろっとした成分を一緒に取っていただかないといけないので、キノコはね、スープと一緒に召し上がっていただく方が、はい、しっかり食物繊維が取れるというので、はい、そうなんですね。そうなんです。だから、椎茸にしても、リンギにしても、ね、舞茸にしても、全てのキノコはね、できればスープとかお汁と一緒にいただけるような、ね、メニューを作っていただけたらいいかなと思います、なるほど、はい。これから、ね、寒くなる冬に向けてはちょうどいいですよね、はい、そうですね。体が温まりますの でそれだけでなくってですね、キノコにはアミノ酸っていう、まあ、旨味成分がたくさん含まれています。これアミノ酸、旨味成分なんですが、それだけでなくって体を作ってくれる、ね、元にもなりますので、成長期の子どもさんは、しっかりと食べていただけたらいいかなと思います。はい、はい、いろいろね言っていただいたんですけども、うん、もうキノコといえば、はい、もうこんな栄養があるよとか、こんな効果があるよとかっていうのってありますか。はい、もうね、やはりね、ダイエット効果とかね、生活習慣病予防になってますので、ぜひたくさん食べてほしいですね。まあ私ね、野菜ソムリエなんで、キノコばっかりのことではないので、なかなかね、十分にお話、できなかったんですけれども、もっともっとキノコのことは知りたいなって言われる方のためにですね、実は野菜ソムリエとですね、キノコマイスターと呼ばれる、広島県で、ね、ただ一人しかいないんですけど、キノコの、はい、キノコだけを勉強されている、あ、そうなんですか、キノコマイスターって言われる方がいらっしゃるんですね、うん、広島県でただ一人、藤原明子さんと言われる方なんですが、この方をお迎えしてですね、旬の食材を楽しむ限定コラボランチセミナーをですね、今月開催をしようと思っております。はいはい、その時には、はい、キノコを使った料理とかも教えていただけますか。はい、その時にはですね、実はこれね、会場が、引野町のレストランヌーベルバーグさんなんですが、こちらのシェフが腕によりをかけて珍しいキノコを、美味しく食べていただくように、はい、お料理を作っていただけますので、味わっていただくことができます。もう実際にいただけるんですね。はい、そうです。なんとかなんかね、話に聞くと、キノコのデザートも出るようです。デザート、はい、もうどうなるんでしょうね。もう行った人のみ分かるみたい。そうです、そうです。で、この日はですね、実は珍しい、この藤原さん、キノコマイスターの藤原さんがですね、珍しいキノコを、数種類用意していただけてますので、通常食べられないようなキノコが揃いますので、ぜひご参加していただきたいと思います。はい、はい、ではその日時と問い合わせ先を教えてください。はい、これはですね、11月15日の土曜日、11時から14時までとなっております。会場は先ほども言いましたように、ナチュラルフレンチレストランのヌーベルバーグさんです。会費は、ランチ込みで3000円となっております。問い合わせ先の方はね、私の携帯の方にかけていただけたらと思います。お電話番号は090-8240-0783 090-8240-0783、 上原までお電話ください。はい、はい、ありがとうございます。今日はキノコについてね、はい、お話しいただきました。はい、野菜ソムリエの上原美穂さんに伺いました。上原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。ね、キノコのデザートね、どんなんでしょうね。楽しみですって私は食べるわけじゃないんですけどもね、はい、上原美穂のディアベジタブル、ね、今日もね、楽しいお話いただきました。担当は土井のり子さんでした。上原美穂のディアベジタブル、このコーナーは野菜と果物の良さをお届けするディアベジがお届けいたしました。